美味しい。案件欲しい。案件っぽく飲んだけど普通に買ったからな。美味しいな飲むしにか。あかん、俺ペットボトル持ったらあかんねや。いや、あかんこともないねんけど。まだ来てると。うん。僕の謝罪動画のコメント欄に変なコメントいっぱい来とると。読みます。山田、30代、地方住み、600万ぐらい、トヨタの普通車、温泉、食べ歩きを避け、一緒にいて楽しい人、落ち着ける人、笑顔、特になし、特になし、笑顔、仲良くなれたら嬉しいです。指定次第。出会い探すな、俺のコメント欄で。でも結婚もしするんであれば、式は行く。学校のお昼の放送で使わせていただきます。やめとけ、変な空気になるぞ。ざわざわするぞ、教室。学校中知らん人も知ってしまうことになるからやめてくれ。ここのコメント欄見るだけで美味しいチャーハンの作り方だったり、歌の歌詞だったり、アニメの話題、スポーツの話題、コロナの人数だったりと、かなり幅広い情報を得ることができるのすごい好き。まあまあ、もう俺も悲しいかな、ここで知るニュース結構あるわ。二丁目の佐々木さんの郵便受けにイカスミパスタがぎっしり入ってたらしいんですけど、なんか知ってます？疑ってんのか。俺が二丁目の佐々木さんの家の郵便受けにぎっしりイカスミパスタ入れたんちゃうかって疑ってんのか。俺やない。それは何？もうお前だけか疑ってんのは。それかもう二丁目がその辺で木下ちゃうかってなってんのかな。なってんのであれば止めてくれよ。これ見てって言うてよ。俺じゃないからね。俺が二丁目のパスタ、二丁目のパスタじゃない、イカスミパスタぎっしり入れてないから。否定すればするほど俺っぽいけど違います。落としたたこ焼き、こんなところにあったのか。ほっとけよ。たこ焼きが落としたら終わりやぞ。木下さんは嫌いです。1年2組荒井俊。あ、俊くんどうしたの？何聞いた？どれ聞いた？私も糖質ゼロ麺の食感が苦手でした。でもダイエットしてても麺類を諦めきれないのでこの方法を試してみます。俺一言でも言うたか？謝罪動画の中で糖質ゼロ麺いいですよとか。で、俺ダイエット成功してないよね今。これ何数えてんの？めっちゃ怖いんですけど。な、何これ。12、23、30、37。何が37ですか？何歩まで行くの？ブロックするぞ。あなた怖いから。すっげえ怖い。もうブロックします。怖っ。はーい、しました。今日から YouTube 始めました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。どこで告知してんねん。は？俺の謝罪動画のコメント欄でやぞ。すると思う？ここでチャンネル登録よろしくお願いします言うてるやつの YouTube 絶対思んないからな。ぬから始まる今までで直接見たことないものといえば、ぬくもり。ぬーの大群。ぬ。ぬ、直接見たことない。ぬ。直接見たことない。ぬくみずさん。しくじりとチャンスの時間で見て、いろいろ言われてるのがかわいそうに思いました。以前から興味があったわけでも好きなわけでもなく、正直にいまいちよくわかりませんでしたが、今はなぜか応援しています。人なら頭に来ても物を投げてしまうこともあります。少しでも助けになるようチャンネル登録しておきます。でも動画は面白くないです。 YouTube 主体でいいので面白い企画を考えれるように頑張ってください。あっ、さ、前半ええのに後半アンチっぽいわ。刺さるわ、前半だけ。後半アンチやわ。あ、くそ、残しとこうか。そして君に面白い言われるように頑張ります。見といてください。頑張ります。できた。何やお前は。腹立つ顔しとんな、それ。何やその顔。笑うとんな。そこどけよ。何や、できたって。あ、いろんな角度でいじってきよる。終わろんな。これ全然割れん。あ、これあかんね。あー、くそー。謝罪動画のコメント欄に書くな言うてるやろ。書いたらこんだけ晒してしまう。もう書かんといてくれよ。